例えば東日本であれば、こういった最高ランキングも3年100万キロと、西日本であれば4000万キロというのが重要としてはございますので、今回の日本に高い金額から見れば、10倍以上ということでございます。沖縄の場合には、これが小さくなりますので、そうも対策が必要になってくるということだと思います。対策はどういうことだけでいいのかというとだけでもございますけれども、こちら東日本大震災のケースを一番下に書いてございますけれども、これ5400万という、東京の脱落費用に対して、2300万キロというところが脱落したわけですけれども、先ほど、当然、パワーミントさんも、ご説明あったとおり、今、こちらにしても、バイトのグラフが通っていなかったというのが実績でございます。ちょっと一点、ご説明をさせていただきますと、このページの米の2のところに書いてございますけれども、お買い物お客さんにおいては、高速安定化装置の導入検討をされておりますので、これが稼働した場合には、EV に対する影響というのが生じないということになるかと思いますので、この災害 の脱落ケースというのは、それともらえるケースではなくて、トマトラスコの160と、PV の80万という合計が、240.2 というのが最高断面になるかというふうに考えられるところでございます。1ページに戻りますけれども、沖縄エリアにつきましては、この海流気候が最大強くしていて、需要が非常に低いという、ゴールデンウィークの昼間というふうなことは、すみません、そういう需要が低くて、体力が出ているというタイミングにおいては、災害対策が脱落した場合に、プラグアウトに至ることは否定できないということになっておりますけれども、ここについては、例えばこちらに、再び輸入側の制定値を見直すこと、あるいはその前では電源を持ち帰るといった運用面での対策を講じることを前提に、プラグアウトに至らない対策ができるというふうに考えられているようでございます。次に2ページ目でございますけれども、N マイナス4の部分につきましては、テレビの協力対象から、北海電力においては、まず北海電力においては、この、適切なですね、再発防止策を検討する必要があるという必要があるとされているわけでございますので、この重要変電所、エリア内にですね、他の重要変電所と隣接する整備送電線を含めて、必要な対策を講じることを前提に、プラカードに至らないというわけではないかということで、それから東日本エリア、それから東日本エリア、それから沖縄エリアにつきましては、先ほどこれは協力会長からご説明いただきましたけれども、実績や試算の結果として、北海道で7月4日の送電線が発生した27万5000ボルト以下、および150万ボルトの電圧量率等については、こちらは、他の送電ルートとての送電が可能だということを思って、7月4日事故が発生しても、国内からに至らない状況ではないかということであります。その上で3ページ目でございますけれども、大変方向性ということで、少し条件ございますけれども、この北海道エリアについては、この検証委員、協議会の検証委員会の中間報告に基づいた運用を徹底するべきではないかということでございます。また沖縄エリアにつきましては、この今回ご説明いただきましたけれども、安定化装置なり、他側の UFR の制定する直し、あるいは電源を持ち帰るといった運用面の対策を講じるべきではないか。で、マイナス4の送電線の事故につきましては、北海道については、適切な再発防止策を検討した上で、対策を講じるということが必要となります。その上で4ページでございますけれども、こうした設備構成、あるいはその電源の構成といったものにつきましては、随時変化をするということが考えられます。今回ですと、例えば2017年の4月31日というのが最後の画面でございましたけれども、今後の運動があり、ウエストと考えられますので、この電源の方向ベースとしてもより精度を高めた形で、プラットアウトリスクを定期的に確認するプロセスといったものを構築しておくことが考えているようでございます。その上で、今回の総点検において、プラットアウトに至らないと評価された場合においてもですね、ある意味では想定されない、事象が発生するという可能性自身はゼロではないという意味でございますので、国民負担などとのバランスも考えられながら、臨時演出をさらに高めるための対策の検討が必要と考えられます。具体的に一つだけ例示をさせていただいておりますけれども、今後その主力電源化に向けて、大量導入がなされていく、その再生可能エネルギー、とりわけ太陽光風力につきましては、今回のその検証においても、かなり全てではありませんけれども、
が取り下げていくということのためにもですね、周波数変動を伴う回路の制定値の見直し自体を検討してやろうかと考えているところでございます。以上になります。はい、どうもありがとうございます。それでは続きまして、電気料理、火力発電設備等に関する緊急検討の結果、ストレスの状況について、資料10に続いて、はい、それでは資料10で説明させていただきます。お取り上げいただき進んでいただきまして、1万円目ですけれども、火力発電設備に関する緊急検討の結果は評価についてということでございますけれども、前回の第2回のワーキンググループでも、まとまとはその発電所の、損傷、地震による損傷についての評価を説明をさせていただきましたが、その際にご説明をさせていただきましたように、火力発電設備の耐震性というのにつきましては、阪神大震災の後にも開催されていましたその国の審議会によりまして、一般的な地震度、震度にしますと震度5程度ということになりますが、で、ここの設備ごとに、近年に重大な使用が生じないこと、ということを求めております。こういうことを基本的な考え方としての整理をしておりまして、この考え方につきましては、東日本大震災後に改めて審議会でその妥当性が確認されているところでございます。でも今般発生した北海道胆振東部地震につきましても、同様の考え方で評価するということといたしまして、一般的な地震上に耐えられる設計になっているかと、こういう観点から点検を実施したところでございます。で、真ん中のところですけれども、実際その点検の対象にした設備でございますけれども、大手電力会社、これも実際にはその旧一般の電気事業者の出社、それから電源開発さんが持っている火力発電設備、300アンペアですけれども、それからその他の発電事業者の一定規模以上の発電火力発電設備重機、これで大体その火力発電所の電気供給量の9割に相当いたしますけれども、それを対象に実施をしまして、具体的な点検内容としては、火力発電所の耐震設計規定、JAT の3605、これへの準拠状況などによってですね、先ほど申しました、一般的な地震等に対して、重大な支障が生じないことを確認をしたというものでございます。一緒のところでは、点検結果として、すべての火力発電設備につきまして、この JR の3605、僕らその、年代によってそのバージョンが多少違いますけれども、基本的な考え方というようでございます。また、それより古いものにつきましても、建築基準法に沿ってですね、適切に設計がされているということを、社長等で確認をしたということでございます。これらをもって、すべての火力発電設備、点検の対象としたですね、すべての火力発電設備については、一般的な地震の方に対して、ここの機能ごとに、重大な設備ごとに、機能に重大な支障が生じない設計になっていると言えると、このように評価を出しております。続きまして、次のページで、送電配電変電設備についての点検の結果を評価です。送電設備につきましては、真ん中のところでご覧いただけると幸いですけれども、点検内容としては、送電設備につきましては、従来のですね、これまで行っている巡視点検記録をまず確認する、ということ、それから、直近のですね、この夏以降のいろんな災害で、影響を受けたエリアについては、災害後の設備健全性について現場の確認を行っていただくということをいたしました。それからその配電設備につきましては、これも送電と同様に、直近のその災害の影響があったエリアについて、災害後の設備健全性
えました結果、下のところですけれども、あるいは一番上のカバーのプランでも結構ですけれども、巡視点検の記録、送電設備については、巡視点検記録、それから、電波の確認記録によりまして、災害によって影響があったエリアについては、適切に補修作業が実施をされていること、これらに含めまして、全体として設備の検定性が確認されたというふうに考えております。から配電設備についても同様に、現場の確認で、設備の検定性についての確認、また被害があったところのエリアについては、適切に補修作業が実施されていることが確認されたというふうに考えております。それから変電設備については浸水可能性があるエリアに設置されているものもございましたけれども、これらについては例えば移動用の機器などで実際にそこの変電所が浸水しても速やかに復旧ができる体制が取られていること、あるいはこの浸水実績などに対しての適切な対応が取られているということを確認をいたしておりまして、以上をもって、こちらについても全体として、送電配電変電についても今回の緊急点検という観点からは特に問題のある施設設備はなかったというふうな評価をしてございます。こちらについて
イトの脱落とそのデーゼンが両方ともやられてしまう、結局そのサイトがやられてしまうケースが多いというのがございます。で、そうでないケースも多分組み合わせの問題としてはあり得るかと思うんですけども、この1ヶ月の中で今やる中でその全ての想定されるケースっていうのを、例えばじゃあ何キロの中での業務改善というのを現実的なものとして考えられるのかというところが、なかなか全てのケースを全部できるかどうかということがなかなか難しいのですから、2位の業務改善、これ自身も相当、普通は起きないというようなケースでございますけれども、かつ50万ボルトのケースでは、そもそも、実は送電線の利確距離が2倍になるものですから、今回起きたような、送電線が垂れ下がっているものを、電線が向き上がっているのを使ってしまったんですけれども、50万ボルトの場合はその距離がそもそも2倍あって、それが大丈夫か、そんなことが起きるのかどうかというふうにそもそもあるんですけれども、それが起きているケースの想定をして、利用上大丈夫かというところを確認をしています。従いまして、一応 N 場合、今回のケースでいうと、そういうかなり過酷な断面で、かつ発電所が重なっているケースです。要は電源線が、北海道のケースは確かにちょっと別ルートになっているんですけれども、基本的には発電所とその、そこにつながる送電線がセットになっているケースが非常に多いものですから、どちらか、L-4 で、ただしこの場合には、そのサイト以外のから来ているケースも一応想定をしてもらって、ひどいケースが大丈夫ですかということを計算はしていただいています。で、ちょっとそれについての、ケースは、おそらく、ものすごく2つ目の質問にも関するんですけども、複数のサイトをちゃんと見るべきだということだとすると、どこまでもおそらく悪い場面をきちんとやるべきだということであれば、ちょっとそれはまた別の話としてはあり得るというと思います。で、そういう意味で2つ目の質問との関係でございますけれども、じゃあ、今回のケースですと、複数の、直下型地震で1つのサイトがやられたケースというのが、どちらかというと原則で、検証していただいているんですけれども、それでなくて、複数の災害がもっと大規模をした場合、まさに南海トラフがどうなるかということでございますが、こちらのケースで言いますと、まさに東日本大震災というのは、かなり過去のケースとしては、レバレッジケースになるんではないかと思っておりまして、でこのケースでまさにその東日本全体の中で、意外と東京の需要はそんなに減らない中で、ものすごく東日本のある意味では需要はそんなに地域の発電所が大量に脱落をしたというケースで、その東日本全体で発電所の半分が止まったというケースで、大丈夫でしたということを、リファレンスケースとしては、まさにこれを示しをしているということでございますけれども、これはどこまでその悪いケースとして見ていくかということになると、おそらく今度は対策にかかるコスト、それから、そういうことが起きるかもしれないからということで、全部考え始めると、今度はおそらく、節電の要請を普段からしていくとかですね。そういうことまで本当に社会的にするかという議論まで、踏み込んでやるかどうかというのは、これは大きな判断かというふうに思っています。ありがとうございます。私もそのシミュレーションとかをどこまで過酷な状況を想定してやるのかというのは、いろいろ議論があるところだと思いますので、今回のシミュレーションがまだ何ではないかというふうに申し上げるつもりはありません。ただ、今回というのは北海道地震と同様の事象でシミュレーションしましたと
今のご質問ですけれども、今回の事故の想定が、地震でサイトが止まったというところにはしてますが、さらにその送電線まで止まったというところまでは想定はしておりません。ただしですね、仮に止まった場合もですね、先ほど申し上げましたように、四国については連携線が2ルートございまして、直流が止まった場合も今度は本市連携線という交流の方がつながっておりますので、そこの容量というのが、120万キロワット、運用容量が120万キロワットで、最大が240万キロワットありますので、普段、外側に送電しているということを考えると、通常であればそこから受電するということで対応ができるというふうに考えております。ありがとうございます。今、各社さんからですね、いろいろブランクアップの想定に関してお話があってですね、現状求められているリスクをとに考えれば、可能性があるというご報告が、沖縄電力さんということで、沖縄電力
私どもがシミュレーションでやりましたのは、強国が動いていないところで、最大電源サイトと、今やすいので、3万線以上の事故の時、両方起こった場合は、やはりブラックアウトするという結論でございますから、そうしますと、その両方やると、全部どこもやっぱりブラックアウトしますということになってしまう可能性がありますから、やはり、北海道の検証を考えても、最大電源サイトが落ちた場合、どう考えるかっていう、その想定自体っていうのは、私は、北海道を考えても適当なのではないかというふうに思います。それで2点目、各社の結果、それと事務局が出された資料級を、ご意見としても拝見をさせていただきましたが、私どもといたしましても、この結果に関しては適切なのではないかというふうに思っております。それと3つ目、いくつか同じような意見が出ましたが、スライド4、新聞市場の資料のスライド4ですが、レジリエンスをさらに高めるための対策の検討、これ国民担当とのバランスも考えながら、レジリエンスをさらに高めるための対策を検討することとしてはどうかとあります。これに賛成であります。それで、具体的にどういうことになるかということでありますが、北海道庁さんからの参考資料等を拝見しますと、311の直後と比べても、相当その一般の方の停電に関するコストっていうのは上がっている可能性がある。停電になった場合、どれぐらいまでのコストになっていいかというものでありますが、相当停電ということが問題であるとなると、それに関して、相当額のコストを払ってもいい、それが上昇しているということになりますと、国民負担、一般的には、ガス料といったもの、電気料といったものをより払ったとしても、停電を少なくしてくれという、この事業家の方の、事業というか考え方が変わってきている可能性もありますので、公益機関としても早期にというか、なるべく早い段階で、本当にその停電コストがどのようになっているかということを含めまして、国民担当とのバランスといったことを具体的にどういう水準がバランスを取れているかということを考えてみたいというふうに思います。以上です。ありがとうございました。続きまして、石原さん。ありがとうございます。私からは、3点ほどでございます。まず1点目でございますけれども、この非常に短期間の中でですね、最大電源サイトになったマイナス40というところを、普段の中で、検証していただいて、検証結果として、ブラックアウトいただかなかったというのは、一つ安心したというところでございますし、適切な検証ではなかったかというふうに思っております。で、その上で、1点なんですけれども、ちょっと電力会社さんの報告の中で、東京電力さん、各社さんの中で若干前提を置かれている想定が違うのではないかというふうに思っていて、具体的に申し上げると、東京電力さんのケースですと、県政地県政に行こうということで、両方のケースを検討していただいているところかと思いますが、ここでは中電力さんのところですと、基本は東京電力さんでいう、ケースにとって定時を伝える両方の出力最大だなということで、ご協力されている。ここについては、ケース1の場合であったとしても、何も問題ないというところであれば、ただですね、違和感というか、言わないということなんですけど、念のためにそこだけ確認させていただければと思います。昼間の場合ですね、東京電力さんの場合は、揚水でコンパクトしているという条件でですね、検討されているんですけどね、中西の場合はですね、昼間でもコンパクトしていないという条件で検討しているものですが、実はこれ、より過酷な条件での検討になると。そういうのも大丈夫だということをご説明したかったということで、本当に最過酷の条件ですね、検討して問題ないという
が、レジリエンスをさらに高めるための対策の検討ということで、やはりここは金融機関とのバランスをどう考えるかということが非常に重要な課題だというふうに思っております。例えばでございますが、ここで記載している以外のことを申し上げると、例えばですが、最大電源最低の長期に保障した場合などを想定して、どの程度必要な供給力を確保しておくべきかと、その際に地域の特性を踏まえた努力をすべきなのかといった点についてはですね、やはり制度論としては、余剰市場とか、余剰市場においてどのような程度で供給力を確保すべきかという問題とも直結するのではないかというふうに思っております。こちらは余剰市場導入前後、いずれの場面についてですね、費用対効果を踏まえながら、どこまで、必要な供給力を確保しておくべきかといった観点から検討する必要があるのではないかというふうに思っております。でまた、3点目でございますが、第1回ここでも、述べましたが、今後、再電が主力電源化ということにあたってです、ね、やはり相応の責任を果たすべきというところで、先ほどの委員からもございましたが、やはりその整備定時見直しというところについては非常に重要な点だというふうに思っております。ただ、太陽光力というのは、蓄電池があるはずですが、自然エネ電源ということもありますので、需給バランス維持の観点から、各事業者の方から対立をせざるを得ないためというのも当然あると思いますので、災害時に供給力として、どのようなものをするかという点は一つ、考えていかなければいけない問題なのかなというふうに考えています。私から以上です。
例で、短期間の中でですね、ある過酷な条件を想定して影響がどの程度出るのかということを定量的に答えていただいたということは非常に参考になると思います。それで5説明の4日納得させていただいたんですけれども、先ほどもちょっと出ておりましたように、条件を広げればまたいろんなケースが考えられるということにつきましてはですね、引き続きどういう範囲でどういうことをさらに確認した方がいいかとかというようなことも引き続き議論していただければと思います。治療の給与の4ページで本日はそのネットワークの問題に関する検証結果と